マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエット中太らないように低カロリーの調味料を使ってますという方多いですよね。でも痩せるためにはカロリーよりももっと大切なことがあるんです。そこで今回の動画では一見痩せそうなんだけれども実は太る元という調味料がわかります。もしあなたが痩せると思って使っていたものが実は太っていた原因だったということが知りたいなとお考えでしたらぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せそうだけど実は太る調味料5選お話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ太るのでしょうか。その太る原因ポイントと2つ目、太る調味料5選、詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ太ってしまうのでしょうか。その太るポイントが3つあります。1つ目はあなたの腸内環境が悪くなるからなんですね。後ほどお伝えする調味料使いすぎてしまうと腸内環境が悪化します。まあ、簡単に言うとね、太る菌、デブ菌と呼ばれる悪玉菌を増やしてしまう材料でできているからなんですね。これではねいけません。いくらカロリーが低いといえどもですね、腸内環境そもそも負担をかけてしまう材料っていうのはもう本当にね結局太るんです。なぜかというとそういった悪玉菌が増えるような腸内環境の方っていうのは根本的な痩せ体質に生まれ変わることがずっとねできないからなんですね。待っているのはリバウンドです。ですからここをしっかり押さえていきましょう。2つ目です。こちら、そもそも太るもと糖質量が多い、これポイントです。カロリーが高いのももちろん良くないですよね。それはわかるけれども、それ以上に太るもとです。脂肪をため込む原因の糖質量が多いものを使ってしまうと、いくらそのものがですねカロリーが低かったとしても太りますよ。なぜかというと脂肪をどんどん溜め込むからです。では3つ目のポイントはこちら、添加物がめちゃくちゃ入ってるっていうものですね。これも良くない。まあ、一番にも直結する内容になりますけれども、こういった食品添加物がたっぷり入ってる調味料使ってしまいますと太りますよ。なぜかというと腸にとっても負担をかけてしまうからなんですね。そうすると先ほどお伝えした、まあ、デブ菌が増える、まあ、反対に言うと痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがですね定着しないんですね。そうするとあなたはもう食べても食べても食欲がもうやめられない、止まらない、こう収まらないっていう、こういう状態になるんですね。または食べてるのにもかかわらず栄養が取れていない、腸がね疲れていると、結果痩せるために必要な痩せるホルモンの材料が吸収できないわけですから、どん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 大して食べてもないのに太るのはなんでっていう方はね、こういったところもぜひしっかり見直していきましょう。では2つ目の項目です。太る調味料5選ということで具体的にお伝えしていきます。もうパッとご覧いただいてね、えっ、って私これ使ってるという方多いと思います。もちろん使えますが、先ほど項目1でお伝えした痩せるポイントありましたね。それをやっぱりしっかりクリアしているものの方がよりいいわけです。例えば1番ノンオイルのドレッシング、これはやはりねダイエットというと脂質ですよね。油物控えようって頑張りますよね。ところがですね、ノンオイルドレッシングっていうのは、まあ、もちろん添加物たっぷりでオイル使ってないからこそ満足感を得にくいんですね。でお砂糖がたっぷり入っている味付けのものが非常に多いんです。そうするとどういうことが起こるかっていうと、例えばサラダにねかけるとする、でもかけてもですねノンオイルだからです、満足感がないのでついついかけすぎちゃう。しかも糖質量がいっぱい入ってる、まあ、甘いのですよね。人工甘味料だって同じことです。食べても食べてもカロリーが取れなかったらもっと食べたくなっちゃうっていう良くないスパイラルへと入ってしまう。そういったノンオイルドレッシングの使い方とか量はとっても大事です。ではここから2つ目です。みりん、これもぜひ無添加のみりん選んでくださいね。よく余計な添加物が入っているみりん多いですし、いかがですか、甘いですよねみりんって、太ります。なのでこういったみりんの使いすぎも注意です、特に添加物のもの。3つ目、寿司酢、これもいかがでしょうか。
甘いですよね。お砂糖が入ってるわけです。ですからもともとこういった調合されたね甘いものが入ってるのを選ばずに、例えば痩せる効果が一番高いリンゴ酢にご自分でちょっと蜂蜜入れてみるとか、オリゴ糖を足してみるとか、そういった形で自然のものを使っていきましょう。4つ目、白味噌。これいかがですか？例えばそのちょっとお野菜をつけて食べるようなね、白味噌とかありますよね。ちょっと添えるようなもの、もしくは調味料として使う方も多いかもしれません。ところがこの白味噌、普通の味噌と比べていかがでしょうか？お砂糖入っているものが非常に多いんですね。しかも pH 調整剤とか余計な添加物いっぱい入っている。そういった白味噌を使ってしまいますと逆に太ります。お味噌自体はいいんですよ。発酵食品でね、腸活腸を整える食材ですから、めちゃくちゃおすすめですが、こういった添加物たっぷりの甘い白味噌のようなものは使わない方がいいです。なぜかっていうのはもうお分かりですね。5つ目、顆粒の出汁。これ結構落とし穴なんですよね。よくいかがですか、こうスープ作ったりとか中華スープとかね、こういろんなちょっとこう味下味に使えませんか？これがまずい。これももう調味料、化学調味料いっぱい入ってる化学調味料ですね。でも原材料名見てくださいね。化学調味料って入っていないんですよ。というか書いてない。じゃあなんて書いてあるかっていうと、調味料カッコアミノ酸等って書いてある、こういったのが実は化学調味料なんです。ですから絶対選ばないこと。そしてこの顆粒だしっていうのは往々にして結構お砂糖入ってるんですよね。余計なことに、もうなんでいるのかなって思うんですけれども、やっぱり味を良くして味覚を麻痺させて美味しいって思わせるために使ってるわけです。だったら私たち消費者が賢くなる必要があるっていうことですよね。なので以上 1,2,3,4,5 お伝えしました。こういった一見、良さそうなんですね、ダイエット向きだろうなって思われるものでも、しっかりとまずポイントは原材料名をチェックすること、そこに添加物入ってませんかということと、あとはお砂糖ですね、糖質、そしてそういったものをたくさん取りすぎると腸内環境、悪玉菌が喜んで増えて太ってしまう。なのでこの3つのポイントと以上5つの調味料の使い方、選び方、ぜひ気をつけていきましょうね。さあいかがだったでしょうか。今回あなたにお伝えしたかったのは、一生懸命ダイエット頑張っているのにもかかわらずなかなか効果出てないなっていう方の落とし穴、実は味付け調味料から来てるんですよってことをお伝えしたくって、ワースト5選んでみました。ぜひねお気をつけていただいて日々のお食事変えていきましょうね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントどんどんいただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。